まあ指導して2ヶ月弱経って若い選手が多いので、まあ僕も立場的に村さんが考えていることだったりとか、まあ逆にと思っていれば選手が思っていることとか、こういろんなところをつなぐ役割かなとは思っているので、まあ難しさもあり楽しさもありっていう感じですかね。やっぱりね、自分たちが守りやすくというか、やっぱりゴール守るのはゴールキーパーだよねっていうところは千尋と優馬にも伝えているので、そこでチームというグループありますけど、まずはゴールキーパーのグループとしてしっかりいいグループができて、それがこうフィールドに伝わってっていうところはやっぱり今年1年やっていこうって話はしてあるので、まあその一つとしてもうセットプレーだったり守備のことをバンバンこうゴールキーパーから発信していくっていうのは、まあどこに行ってもどこでやっても大事かなと思います。はい、ゴールキーパーなんでやっぱ出れるやつがいれば出れないやつがいて、やっぱハッピーになれればそうじゃないやつもいてっていうポジションではあるんですけど、やっぱりこうゴールキーパーにしか分からない楽しさとか、ゴールキーパーにしか分からないしんどさとかあるんで、まあサッカー楽しむっていうもう本当根本的なところは一つですけど、まあそういったいろんな要素をやっぱ共有というかしていくと、自然とやっぱゴールキーパーの練習ってやっぱ外から見てるとやっぱ楽しそうに見えたりとか、こうやっぱバイタリティ溢れてるというか、やっぱそういうのが自然と出るかなと思ってるんで、今キーパーの3人に関しては今いい関係で僕はできてるかなと思いますけど、まあ、まだまだここからいろんなフェーズがあるので、ちょっとずつ徐々に上げてってっていうところです、はい、彼も年齢もあるし、実際にゴールキーパーコーチとして役割がある中で、非常にねチームの空気を感じながらコーチングだったり声掛けだったりっていうところで、少しそういったチームの内側でのねリーダー的存在を少しずつ担ってくれてるのかなとは思いますね。そこはみんなで、ね、OK、共有して頑張りましょう。OK、ね、精神論じゃないからサッカーね、しっかり自分たち、俺がそのディフェンスラインをオーガナイズするわけじゃないし仕切るわけじゃないから、まあ、この間ハーフタイムで北さんも言ってたけど、ね、そこでね、構えないでどんどん前行けるように、それは自分たちでオーガナイズしよう。 OK、ね、でちょっとウィングバックきつくなると思うけど、ね、そこはみんなで、ね、OK、共有して、頑張りましょう。 OK、ね、精神論じゃないからサッカー、ね、しっかり自分たちでゼロから、今日ちょっと長いけど90分しっかり自分たちで中でデザインできるようにやりましょう。いいですか。よっしゃ、お願いします。まあ本当にこのクラブと出会えたことに僕はとても感謝してますし、いろんな役割を与えてもらえて、僕もそこに対して、それ以上のことで取り組もうと思っているので、まあ、少しでも目に見える結果で外にこう発信できるように僕は頑張っていきたいかなと思います。はい、はい、そうですね、まずサッカーに対する思いであったり、こう目標に向かって自分を高めるっていう意識がみんな強くて、日々こう切磋琢磨し合える環境で、またこう他の環境スタッフの方とかもすごいいい環境作りをしてくれてるなと思って、自分もここで目標達成するために日々成長してチームに還元していきたいと思っております。準備遅い、今準備遅いもん。まあ、周りの方から言ってくれることっていうのはすごい貴重なことだと思ってて、それちっちゃい時から意識してるんですけど、こう素直に受け入れる選手がこう伸びるっていうのを教わってて、だからこう他の方に言ってくれることは真摯に受け止め、自分の中で工夫してこう改善していけるように日々考えています。そうですね、僕も大学2年生の冬、まあ、3年生になる時にこう足首手術2回して、そこからちょっと怪我に苦しんで2年間まともにこうシーズンとして戦えなくて、まあ、でも今回このようにまた新たにサッカーできる環境チームを見つけて、こう僕にそういうチャンスを与えてくれたんで、こうシーズンを通して成長していけるような、2年大学生の時にできなかった屈辱だったり悔しさをこうぶつけていきたいなと思っております。まあ、彼は非常に真面目で、見た目とはまた違う真面目さがあって、まあ、例えば僕が少しアドバイスをすれば、その日もしくはその次の日から、
自主練でね一人でそこに向き合うとか、それを毎日続けるとか、非常に成長に対して、真面目でストイックな部分があるので、まあ、彼に関してもすごく伸びしろに期待します。練習から、まあ、常にコミュニケーションを取るだったりっていうのをあのキャプテンの北原さんを中心に意識して、まあ、よりいいチームになるためにもっと練習の質だったりを上げていこうということでコミュニケーションが増えているので、まあ、今現在活気のあるチームになっていると思います。練習だからこそ笑顔をなくさないっていうのを意識しているので、きつい時により笑顔で前向きにやっていけることを常に意識して取り組んでいます。今シーズン怪我なく全試合出場できたらなと思ってます。そうですね、まあ、海藤選手に関しては、僕自身その今の海藤の現状にね、すごい大満足してるっていうのではなくて、どしかしたら彼に関してはねすごく伸びしろを感じる選手だなっていうふうに思っていて、一生懸命ねやる面もあるので、僕は彼が1年後にねどれだけ成長しているかっていうところを期待して今声掛けしたりとかいろんなところでアプローチしてます。パッパ、背中乗ってて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63